室さんはですね、株式会社エキスビーにて VR 制作のディレクターとして活動されています。鑑賞者自身が監督になれるメイクイットフィルムなどのコンテンツを開発されています。室です。ツイッターでこういうアイコンで今、自分で作ったものとかを作品あげたりしています。まずは簡単にちょっと自己紹介を。僕もともと 3D デザイナーとしてゲーム業界に入ってきました。で、最初はモーションとかカメラをやっていて、まあ、やっていくうちにだんだんコンポジット作業とかもやったりとか、まあ、ディレクションなんかもやっています。そして2013年に今の株式会社エクシビに入社しました。そこでたまたまその日に会社の創立記念日、3年とかですかね、創立記念日でビンゴ大会があったんですけど、その時見事1位を当ててオキュラスリフト DK1 を手に入れました。この時リフトは本当に日本に100台とかない頃とかで、なんかうちの社長が1位に上げるって言ってもらいました。で、そこをきっかけとして独学でユニティを学び今に至るという感じですね。で、現在はエクシビで、VR のディレクターをやっています。で、個人的にも VR 作品を作っていまして、今日紹介するメイクイットフィルムとあとプレイアニメーカーというものを、主に今作っています。で、今日はこのメイクイットフィルムについての話をしていこうかと思います。メイクイットフィルムとは、これは VR で映画を作る、VR クリエイティブツールです。結構その映画の世界に入る、VR なんで、ヒーローになって、敵を倒すとかその世界観に入るというのはよくあるんですけども、そうじゃなくて、VR 自体をそのツールとして使っていこうっていうのでこれは作っています。そしてなぜ作ろうかと思ったとか、これもともと僕がモーションとかやっていたんで分かるんですけど、今までの制作ってモニターマウスとかキーボードを使って、このパソコンの中で3D 空間を考えながら、カメラをこうちまちま動かすんですよね。1秒後にはここの位置にあります、2秒後はここですみたいな形でこう、キーフレームと呼ばれるキーを打って、それがアニメーションすることでこう動いているっていうのを作ってたんですけども、これもちろんその動かすだけだと単純すぎるんで、実際に人間が撮ってるみたいな動き、手ぶれ感が欲しいとかよくあったりするんですけど、そういったものをこう、ちま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 キーボードとマウスを使って、やっていました。めんどくせえなと。これはずっとこれは思ってまして、それはそうですよね。だってわざわざキーボードとかマウスでちまちま一コマずつ動かすって、めんどくさいですよね。今までというか今のこのアニメーションの作りっていうのは、その専門的な知識、CG の知識はもちろん必要ですし、今言ったみたいなマウスとかキーボードの操作性も必要になってきます。そしてこれ意外にこうやっぱ難しいのは、そのモニター越しなのに、いや 2D なのに空間を意識しないといけないというのが、これは慣れるまで難しくて、そのカメラを1個回すにしても慣れないと本当どこを見てるか分かんなくなっちゃうんですよね。あとレンダリング時間がかかったりとか、いろいろ大変な部分はあります。そこで私はひらめきました。 VR でやればよくねと。そう、 VR っていうのはその直感的にものを操作できたり、今そのオキュラスタッチとかバイブとかそういうのがあるんですけど、ものをつかむということができます。それによって実際に直感的にカメラを持って撮影するのが一番簡単なんじゃないかというところからこの制作を始めました。で、まずとりあえずプロトタイプを作っています。こんな感じの舞台を、本当に簡単に箱を作って、なんか被写体として会話してるなんかキャラクターがいればいいかなぐらいな感じで、この舞台をちゃちゃっと作りました。1日ぐらいでただ作ったやつです。で、実際にその時撮った映像がこちらになります。あとこれは本当長回し撮ったやつを後でカッティングだけはして編集はしてるんですけども、ざっとこの一発撮りの段階でこんくらいの雰囲気とか作れるなというのがこのプロトタイプで分かりました。手ぶれ感がすごい出てますよね。これすげえ大事です。よく言われるやつなんで。実際に作ってるものってのはこんな感じです。これたまたま僕の 3D スキャンたまたまですよあったんで、それを入れて、
こうメイキング風にしてみたんですけども、まあ、実際この アニメーション、まあ、カメラだけじゃなくて僕そのコンポジットもやったんですけど、まあ、最終的に絵にするにはそのやっぱコンポジット作業が必要で、まあ、それ自体も全部このユニティ上に、まあ、全部完結させちゃって、これ自体でアウトプットした瞬間にまあ終わりのフィニッシュの絵ができるようにこれは作っています。で、まあ、今のベースにじゃあちょっと本格的にちゃんとした映像を、まあ、かっこいいそのシーンを使って撮ってみたいなというところでこのメイクイットフィルムの今のものを作っていきました。まあ、ユニティさんのアダムシーン、アダムというキャラクター、アダムキャラクタープロジェクト名まあそれプロジェクトですよね、はい、を使わせていただいて、まあ、このシーンを作っていきました。で実際に作ったデモというものが、まあ、こちらになります。音出ないのかな、まあ、これは先ほど言ったカメラマンの機能ですね。で今回その、まあ、デモを作っていく段階でもう一つの機能としてその演者モードというのを追加しました。これは実際にそのアバターという、まあ、自分に着ぐるみを着て、まあ、モーションを作る、今バーチャル YouTuber とかよく出てきてますけど、まあ、そういった機能のものを実際にこれにも入れてます。まあ、これをすることで言えばカメラマンと演者それぞれの機能が入ったんで一通り、まあ、リアルタイムで演技をしながらカメラを回すということができるようになったかなと。はい、で実際にこれでまあ分かったものとしては、まあ、直感的なカメラワーク、これはもともとそのやろうと思っていた、まあ、直感的ですね、このものをつかむそしてカメラを動かすだけで済むので、今までキーフレームとかをマウスとかキーボードで使ったのがいらなくなって、まあ、実際にこれカメラマン、この実写のカメラマンの方にやってもらったことがあるんですけど、もうその人本当にCG とかやったことなかったんですけど、もうすんなりこれいじれて、で撮影、まあ、映像撮ってもらったんですけど、まあ、やっぱり上手いんですよね、その実写のやつなんで。でやっぱりここの可能性としてはそういった要は実写のカメラマンとかそういった方にも要は CG の映像を撮ることができるようになるので、まあ、そういった新しいそのクリエイターの方も参入できるようになるかなというのが分かりました。そしてもう一つはこれはまあやって分かったんですけど、体感でやっぱ学べるというところがVR でかいところであって、今まではその雑誌とか本とかで見てたカメラワーク、まあ、映画のこのワンシーン切り取ってこれはキャラクターがこういてこういうレイアウトだからとか書いてあるんですけど、まあ、よく分かんないんですよね正直ね。でもそれが実際に VR 空間で同じシチュエーションがあって、まあ、カメラを回した場合っていうのはもう本当にその場にいてカメラでフレーミングを見ながら絵を決めるので、その本を見て学ぶよりも全然経験としては学習することができるということが分かりました。そしてもう一個のアニメーション、まあ、リアルタイムアニメーションですね。これはまあ、単純にやっぱり楽ですね。僕モーションやってたんですけど、やっぱこう今のこの演技作るのにもだいぶ多分下手すと1ヶ月とかかかっちゃうレベルものなんですけど、もうこれが要は瞬間的にすぐできちゃうっていうのはすごく画期的で、これでまあ、演技ができちゃえばプリビズ映画とか映像とか作るときに前段階で一回こう試しにものを作るっていうのがあるんですけど、まあ、そういったときにこういったシステム使えば、まあ、簡単に言えばニュアンスが分かるものが作れて、あとカメラを回すことでレイアウトも決められるというところが、まあ、できるかなというのが分かりました。で現在は今こう直感的なカメラ操作そしてリアルタイムの演技、あとはまあ経験、まあ、勉強ですよね、勉強するということができます。そしてまあ今後のやっていこうと思っているのはまずエディットシステム、これまあ、これ体験した方がよく言われるんですけど、まあ、自分のキャラクター入れたいとか自分 のまあシーンを入れたいっていうのはやっぱあるので、まあ、そういった形でその、まあ、インポートできるような仕組みを入れていきたいなとは思っています。そしてあとはオンラインの共同制作、これ結構面白いなと思ってて、まあ、実際にこの例えば演者の人は東京にいます、そしてカメラマンの人はじゃあ北海道の人、まあ、照明さんはじゃあ沖縄でみたいな形 その世界中とかから人が一箇所に集まって要はその映像を作るということが可能になるので、まあ、本当の実写だったら場所に行かないといけないんですけど、これオンラインなんで、まあ、本当好きなようにつながって撮影ができる
というところが面白いかなと思っているので、これはあのネットワークができるなればぜひやっていきたいなと思っています。そしてあとは表現のシェアリング、今言ったみたいにそのものを作った、カメラワークとかを例えばプロのカメラマンに作ってもらって、それを例えばこう、サーバーとかどっかに上げてシェアしておくと、そしてそれを誰か他の人が使ってカメラワークとして使うことで、あの映像作品を作れたりとか、もしくはそのプロのカメラマンの映像データを見ることで勉強として、先生でゴーストみたいな先生ですよねを、学ぶこともできるかなと思っています。で現状こういった形の先を一応考えています。ネクストアップデート、今現状はとりあえず試して作っているもの、まずはこのオフラインでちゃんと一人で映像が作れるようにしたいなと思ってまして、まず人形を配置します。そして自分がその中には憑依ですね、キャラクターに憑依してアニメーションを残すことで演技した動きが作られます。そして同じようにもう一人のキャラクターにも憑依して演技します。そして高速でアニメーションが作られて、さらにあとカメラマンとして実際にカメラワークを作ることで、こういった形の映像が作ることができるので、こうやって、ワンシーンワンシーンをどんどん作っていければ自分でこう映像作品も作っていけるかなと思っています。今ここら辺までを次の目標としてやっていますね。で現在これ自体はクローズドですけども、テスター募集はしてまして、下記のフォームから、登録フォームになるんですけど、そちらの方に行ってもらえれば体験することができます。で必要なのは、オキュラスリフトとオキュラスタッチが必要になってますので、ぜひ VR でその2つを持っている方は体験してフィードバックをもらえると嬉しいです。はい、以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。